グレアム軍はアメリカ合衆国アリゾナ州の軍である。2010年国勢調査での人口は37,220人である。軍庁所在地はサフォードである。サフォードショート市験に属している。軍内にはサンカルロスアパッチインディアン居留地の一部が入っている。この地域の初期開拓者であり、アリゾナ準州議会議員だったジョセフ・ナイト・ロジャーズがグレアム軍の父と呼ばれている。 ロジャーズがクレアム軍を創設する法案を議会に提案した。1881年3月10日にアパッチ軍南部とピナル軍東部を合わせてクレアム軍が創設された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は4641.14平方マイルであり、このうち陸地は4629.32平方マイル。 水域は11.83平方マイルで、水域率は0.25%である。軍内にはピナレの山脈などいくつかの山脈がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グラハム軍の法人化地域と未編入領域、およびインディアン居留地サフォード地区のローパーコ。ありがとうございます。